皆さんこんにちは。今回はですね、この映っておりますピカピカ光っておりますけどね、はい、シャルシー、これ DT-02 用のね、製品版と同じ形になりましたね。はい、切削会社に作っていただいたシャーシですね。この横のところはね、カントリーオイホビーチャンネルとかね、3D プリンターで作ってくれてます。この黒いパーツですね。はい、これがね、ほぼほぼ製品版の DT-02 用シルバークスメインシャーシとなります。とりあえずね、これを今までのね、プロトシャーシついてたね、マシンに組み込んで、ね、テスト走行してみたいと思います。では早速ね、組み込んでみましょう。シャーシをね、装着してみました。ちょっとね、メカとか乗せてるんでね、見にくいかと思うので、ひっくり返してもらおうかな。はい、はい、こんな感じになっております。いかがでしょう、かっこいい、よくないですか。はい、な感じですね。まあ、とりあえずね、走ってみようかなという感じです。はい、早速やってまいりましょう。またね、走りながら喋りたいと思いますけどね。なんか遠くでね、奥様がなんか励まして、これ聞こえてるかな。なんか、後ろの方におるお子さんを呼んでる声してますけど、動画に入ってるかな。まあね、ご近所様のね、何が、まあ、遊ばれてるお子さんをね、まあ、夕方なんで呼び戻してるのかなってしますけどね。はい、まあ、ね、メインシャーシね、プロトから比べて違う点、プロトのシャーシですね、走ってる動画ですね、もし見られた方はね、多分違いが分かってくるのかな。はい、こんな感じでね、かなり軽くピョーンと飛べますよね。そして今モーター音聞いていただければね、ギューってね、無理やり音を、分かりますかね、ギューって無理やり握って、本当だったらというかね、DT-0 にノーマルだったらこうやってギューってやってると、あっこでスピンして終わるんですけどもね、はい、結構荒く走ってます。今シャーシ性能を見るためにね、はい、ビョーンと、はい、なのでね、普通はここですね、ここでこの斜面にね、日本って降りないといけないんですが、今わざとね、突っかかるように走ってますね、全然大丈夫だったですね。まあ、強度テストはアルミですんでね、大丈夫だとは思うんですけどね。まあ一応やってみましょうかという感じでね、そうなんですね。
ギャップの収束がかなりいいですね。はい、まあ、うちバンピーなあのギャップがねすごく多いコースですのでね、あの見てる以上にギャップがあるんですね。走られた方が多分わかると思うんですよね。はい、車がガタ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 みたいな感じでね乗ってたら下噛むんじゃないかぐらいね、跳ねたんですけどねまあかなりの、ね、まあ、いい感じになってると思います。回答性もいいですしね、はい、そしてギャップ走破性、そしてね、車で一番大事な今のところありましたね。ここら辺でもわかるかな。車が前に出る力っていうのはやっぱりシャーシ性能になってくるんでね。タイヤももちろんそうなんですよ。これタイヤがリアタイヤが、DT03、レーシングファイターのね、ノーマルタイヤになってます。ラジコンやられてない方はちょっとわかんないかもしれないですけどね、ノーマルタイヤって言われるものはすごく硬くてグリップは実は低いんですね。はい、この低いグリップでね、全然こんだけ前出ますんでね、レース用のソフトコンパウンドのタイヤもしくはミディアムコンパウンドのタイヤなんかはめるとね、さらに走ってるんではないかと思います。まあコストなのでね、そしてタミヤさんの車ベースですのでね、なるべくタミヤさんの、まあ、タイヤ使っとるんですけどもね、普通レースされる、オフロードのレースねされる方あんまりタミヤさんのタイヤ使わないと思うんですけども、はい、まあ一応ね、はい、レースユーザー向けに作ってるというわけではなくね、建前上はエントリーユーザーね、ミドルユーザー向けに作ってるつもりですのでね、レースするわけじゃないんですけどね、やはり性能のいいマシンだとね、エントリーユーザー、ミドルユーザーね、もちろんハイエンドユーザーもね、楽しく走れると思いますよね。はい、いかがですよはい、自画自賛なんですけどね、はい、まあ、こんな感じでねかなり走るんで、まあ、アルミの、ね、切削してもらえる会社とね、値段の交渉ですね、あと、まあ、まあ一応ねお店で販売いたしますのでね、さすがにうちも利益なしもしくは赤字ではねやっぱ売れませんのでねちょっと値段はっきりね決まりましたらまたご報告しようかなと思いますよね。それまではこのマットキャップのボディかぶせたね、シルバーティスクコンバージョン DT02 ですね、耐久テストというかね性能テストをしながらね、皆さん楽しんでいただければ思っております、はい、まだね値段の方はっきり言えませんのでね、ちょっと申し訳ないですよね。そしてアルマイト処理などもねしてからね、これはアルマイト処理今、ね、してませんのでね、製品版はアルマイト処理して出す予定になっておりますのでね、そこでもご期待いただければと思います。かなり楽しい車に仕上がってるんじゃないですかね。クロードサーチとプロトシャーシ走った時にね、201と見てもらえればっていう感じで話したんですけども、ね、私はこちらの方が好みですね、動きはね。201ももちろん名車なんですけどもね、こちらの方が、まあ私の中で、知っているね、車の黄金比、タイヤのね、幅、ホイールベース、ホイールベースね、そして角度の黄金比で作っておりますのでね、頭もちょうど良くなったんじゃないですかね。プロトシャーシはちょっと変わってるんですけどね、製品側はね、そこでも微調整しておりますのでね、いい感じだと思います。ずっと走ってられるぐらい楽しいですねラジコンってなんかカミソリみたいな性能のマシンが多いんですね、もちろんスリリングで楽しいんですけどね、やはりこう安心して走れるそれはエンジョイできるね一つのファクターだと思いますのでね、楽しく走りたい方はぜひご購入検討していただければ感じですねそしてね、一応免車し変えるだけなんで難しい作業ではないんですが、
製品版がね、アロマイド処理された製品版が仕上がってきましたら、うちの店長のね、GT02 からコンバートする仕方みたいな説明動画をね、作ってもらおうと思ってますね。ご購入、ご検討いただければ、もしくはね、ラジオ持ってない方もね、こんな感じで作られてるのかと思って見ていただければ助かりますと。ちょっと、はい、反対回しましょうかね。もう、ここがね、すごく安定するんですね。そして、スロットル抜いてしまえば、こう、わかりますかね。モーター音がね、してないときは、スロットルオフになっているところが多いんでね。グッて今曲がったの分かりますかね、モーター音が途切れた途端。もうすごく素直な動きをしてくれます。こんな感じでね、ギャップも間近でね、今ジャンプ終わりちょっと撮ってもらったんですけどね、こんな感じでギャップもね、スッと収束してくれてね、すごく素直なコントローラブルなマシンに仕上がったと思いますので、ぜひね、発売待っていていただけるという感じ。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネルとツイッターのフォロー、よろしければね、概要欄の方にシルバーアクス、公式のね、ツイッターのアカウントなんていうかな、リンクを貼っておきますんでね、そちらの方飛んでいただいて、ぜひ、シルバーアクスのツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。